あと、ミスマルの玉についてお伺いしてまいりたいと思うんですが、うんうん。丸山先生もミスマルの玉に常にいるっていうか、今も作ってらっしゃるんですか？ミスマルの玉はね、ええ。意識が作ってるもんだから、ミスマル玉ってね、実は意識が作ってるのよ。で、人の意識が作ってる場なんだけど、普通の意識だとね、そこに現れないんだけど、意識のありようを変えると変わる。だから、例えば、意識でも、もっともっとっていう意識だと現れないんだけど、これでいいのだっていう意識になると現れてきたりする。だそかれらあは、りよう、ありようだから、今目の前の状況が完全だっていうふうに、自分に腑に落ちて思うと、そこに現れるんだよね。で、もちろん、カタカムナをやっても現れるんだよね。カタカムナを歌うと現れやすい、そういう意識に整いやすいってことそうだね。カタカムナを歌ってるときって何かを考えないのよ。あ、考えないように、もう無の状態で歌なっうちのゃうがかベら。スト。あ、無の状態になっちゃうんですね、歌ってなっちるうゃうちわにけだね。ね。カタカムナの、言葉を言うだけで精一杯で、いわゆる、無の状態っていうか、無って言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、思考が介在しない状況になるんだよね。つまり思考や感情が現れない状況っていうのは、わかりやすく言うと、晴れ渡っ、雲一つない晴れ渡った空みたいな状況になるんだよね。で、そうすると、雲の場合には、太陽のエネルギーが雲で遮られてこちらに来ないように、この場の空間に太陽のエネルギーが来ないわけなんだけど、つまりこの思考とか感情が今、ない状況っていうか、少ない状況は、雲はない状況だから、太陽があるとすると、自分の周りにも太陽の光がいっぱい来て、自分のいる空間が温められて、エネルギーが高くなるような感じかな。なるほどで、でそすれをね。わかりやすく言うと、高次元だとか、高次元じゃないとか、そういうふうに、言ってるだけだと思うよ。なるほどね。で、その無空の状態になるプラスアルファ歌碑のその言霊としての働きが作用するので、なおのこといいっていうことなんですかね。だからね、そこが結構、高次元空間が花開くっていうような表現は、しちゃってるけども、それは一つ人が、非常にわかりやすい、足元の例は非常にわかりやすいからね。いろんなモデルがあってね、高次元でもね、モデルがいっぱいあるみたいな。高次元って僕たちが思ってるような、一つに決められる概念ではないみたいなるほどですね、たくさな。んある。なぜかっていうと、3次元よりも上の、次元の話だから、3次元だけでは、いる人間が全てを説明しきれないかもしれない。そうですね。下位次元はわかるけど。だから3次元を超えている場合は、一つは圧縮袋の布団が、広がるってこともあるし、もう一つは、電子のスピンの速度が上がるっていうのも高次元になるわけだから、それからいろんなことが複合化しててなるんじゃないかというふうに思ったことですね。ありがとうございます。